デブでーす。お世話になります。今日はですね、ちょっと今まであるところで雑誌ですかね、雑誌の写真撮りをしてまいりまして、で今あの中野ですね、中野サンプラザでこれからショーマジックショー30分ステージさせていただくんですけども、そんなところちょっと今楽屋でございます。中野サンプラザの楽屋におりますので、ちょこっとだけ、撮らせていただこうかなと思ったので、最近ですね、面白ってのは失礼なのかな、いただいたコメントで3つばかり、コメントのお返しというとおかしいですけども、いただいたコメントについてのお話でございます。まず緊張するんですか。僕緊張するんです。でこの間テレビの生放送があって、いや緊張しました、緊張しますって書きましたら、割と緊張するんですかっていう、まあ随分ね、何年もやってるのに緊張するんですかっていうのをいただいたんで、緊張するんです、とっても緊張するんです。よくあのドクターレオンさんとかが、まあすごい、まあやったことないことは緊張するけれども、例えばホッピングとか、まあさすがにクローズアップは緊張しないでしょうって、まあドクターレオンさんは緊張されないそうです。さすがですよね。僕いまだにクローズアップだろうが、普通にテーブルホッピングだろうが、レストランホッピングだろうが緊張します。もうとことん緊張します。すごい緊張する。なんで緊張するのってよく言われるんですけども、もう眠くなっちゃうぐらいですね。もう今日みたいにステージだったら、ステージ出る前の、楽屋だったり、あるいはステージの袖にちょっと待機してね、出番、3分前ぐらいに待機したり、5分ぐらい前に待機して、で司会の方に呼んでいただいて出ていく、その間3分前とかもう寝ちゃいますもん。あんまりにも緊張して、本当に前も一回お話しさせていただいたんですけどね、もう寝ちゃうぐらいに緊張します。でこれはなんでかって言いますと、ネタ自体はやったことあるネタなんですよね。毎回やってるネタなんで、 YouTube って新しいものどんどん作っていく、テレビもそうですけども、でも営業って場所が変わるので、まずは鉄板ネタをさせていただくことが多いんで、ね、その中で少しずつ変えていくんですけどね。だからそんなにネタ自体は緊張しないんですけれども、何が緊張するって、全部お客様自体は初めてじゃないですか。そのシチュエーション初めてで、リピートで呼んでくださった方でも入れ替わっているでしょうしね、そのお客様の去年とはまた気持ちが変わってるかもしれないし、この1年間のものすごくマジックに詳しくなってるかもしれないし、もう出てみないとわからない。よくシエルちゃんとかエリナちゃんとかですね、まあ、ユッキーさんとか、もう本当にカラクリドールと一緒にステージ出ていくと、いきなり変更するからっていう、そうステージのつもりだったのがいきなりちょっと降りてったりとかですね、まあ、許される限りですけどね、ホッピング回り始めたりとか、結構いろいろある。もちろん必ず帰ってくださいっていうところはもちろんそんなことないですけども、お任せですっていうところはちょっとこれ距離が遠いかな、お客様とのですね、気持ちの距離が遠いかなと思ったら、ちょっと降りてって一ネタ二ネタやってみて、また戻ったりとか、まあ回ってみたりとかね、ね、よく歌手の人とかがね、こう降りてってこう練り歩くじゃないですか、まあ、それに近いようなことも入れてみたりとか、いろいろ変えたり、もうその場その場で一番盛り上がるパターンを、で最終的に「あいつも面白かったね」って言っていただけるように、したいと思うので、だからもうお客様のコンディションも同じ方であっても、何度も見た方であっても、今日のコンディションがわからないです。今日の気持ちの状態がわからないので、これはもう緊張します。徹底的に緊張しますっていう、コメントありがとうございました。カラクリドール緊張するんですか。緊張しますね、小心者ですから。あんまり結構人が苦手だったりもするんですね。だから喋るの苦手、人が苦手だったりするんで、結構緊張いたします。2つ目はですね、 YouTube、 この間シエルちゃんの赤番おめでとうみたいに言ったら、あ、柴田の真似みたいになって、YouTube 見るんですか。そんなには見ないです。 YouTuber の方みたいに常に見てたりはしないんですけども、たまに見ます。で結構柴田さんとか辺千円将軍さんとかってとても面白いので、
割と逆にヒカキンさんとかはあんまり見ないのかな、はじめ社長さんとかは見ないけど、そのあの辺のそのちょっとごちゃごちゃじゃないな、わちゃわちゃって言葉が正しいかどうかわかんないですけど、いろいろ何が起こるかわからなそうな炎上軍さんみたいな、ちょっと面白いですからね。あのすごくで柴田さんがまた頭いいじゃないですか。もう大好きで拝見させていただいております。 YouTube ちょこちょこっとは見ますっていうのが2つ目でございます。そしてもう一つがですね、これカードマジックのコアのレクチャーをさせていただいた時にですね、あのお客様にこう、まあ、切っていただいて、そこからまあ覚えていただいて、何人の人でも覚えていただいて、それがそれだけのお客さんが選んだカードを何のカードだったかを聞いて、すぐにこうそれが全部裏返ってるんですよね。ひっくり返ってる、お客さんのカードだけがひっくり返って出てくるというマジック、まあブレインウェーブですね、シャッフルブレインウェーブっていうのを解説させていただいた時に、これハーフパスを使うんです。まあだからこうなって、これをブレイク保ちながらこう、まあ下に持ってって、これをこういうふうに、まあ、キスパスというかハーフパスをするんです。でその時にですね、たまたま映像を撮ってくださっていたのがマジシャンの一団のノーブハスラー阿部さんが僕の子を撮ってくださってたんです。そしたら同じマジシャン同士ですから、あのこのキスパスのところが一番そのね、映像的に難しいのかなと思ったんでしょうね。からくり通り下手くそだから、いや大丈夫かなと思って心配してくださっただと思うんですけど、一瞬あの手がこうフレームアウトしてるんです。つまりあここは変なの映っちゃまずいと思って、思わずちょっとこう上げたんでしょうね。でそれはあのノーブハッスル阿部さんの優しさなんですけれども、この下手くそなからくりドールのネタが見えないようにうまくカバーしてくださったんですけども、それが、それダメだよね。そうです、ダメです、確かにダメですあのいくらどんなにあの下手だろうが何だろうが、フレームアウトしたらこれ動画の意味なくなっちゃいますからね。ただあれはあの僕がお願いしたのではなくって、あのノーブハッスル阿部さんの優しさで、そういう風にちょっとフレームアウト、一瞬でパスするところをフレームアウトしてるんですね優しさでやってくださったんだろうな、まあ、たまたまそうフレームアウトしちゃったんですけど、まあまあまあ解説するからいいだろうなと思ってたんですけども、突っ込んでいただきましてありがとうございます。もしもでも本当にあそこ下手だから画像で映像で処理したいのであれば、フレームアウトさせないで角度変えればいいんです。だから例えばこうなって、これをまあカットして下に持って、今これですね、これをキスパスするんだったら別にこうフレームアウトしなくても、これを角度を変えて、つまり今僕自分を変えてますけど、カメラの方の角度を変えれば、まあ見えない、動きの中でやれば見えないので実際に本当に下手だからちょっとあのカメラで処理しようって思ったら、実際フレームアウトね、おっしゃる通りすることはまずないですね。フレームアウトしないでカメラの角度を上げれば、まあ見えなくなります。これだけのことですんでね、そういうハッスル阿部さんの、優しさというふうに、思っております。実際どうだったか分かんないです。多分優しさなんじゃないかなと思っております。やっぱりあ、ここもしかしたら突っ込めるかなと思って、しばらくね半年ぐらい突っ込まれなかったんですけど、最近のコメントで、あれ汚ねえよなっていう、ね、おっしゃる通りでございます、まあ、一応内情はですね、実はそういう感じで、ハッスル阿部さんの優しさでしたという、ちょっと面白い突っ込みが、あね、やっぱり来たねっていうツッコミをいただきましたので、これからもいろいろねツッコんでいただいたり、よろしくお願いいたします。とても話題に、ね、なりますので、その実はこうだったんだよって話もさせていただくこともできますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はもうすぐ出番でございます。楽屋からコメント返しというのおかしいですけどね、まあ、コメントについてのお話をさせていただきました。ありがとうございました。デブでした。ぷっ。終わりました。ありがとうございました。今日も無事30分ステージさせていただきました。
ありがとうございました。でも今日も緊張しました。ぷっ、また明日よろしくお願いいたします。デブでした。ぷっ。